新たなあのこのセッティングになりましたね。そう、一応この働けはあのありますがみたいな、まあ、なんでね、やっぱりアフレコってなると、アフレコの練習ってなるとやっぱりモニターとか必要になってきますので、ちょっとこういうセッティングで、お話できればなとは思っていますと。はい、で、アフレコの講座っていうのはまあ今後やっていくんですけど、まずは一番初めにあのやってほしいこと、あの声優やるために一番、まあ、大事っていうか、僕のワークショップでいつも言ってることがあるんですけど、このリサーチ、まあ、いわゆるキャラクターリサーチっていうのをちょっとやってほしいんですけど、まあ、キャラクターリサーチって一体何ぞやっていうね、まあ、ところがあったりはするんですけど、まず自分がやりたい、まあ、作品があるとするじゃないですか、まあ、作品とか、キャラクターとかあると思うんですね。で、まあそうですね、まあ、今後あの作品の題材としてやるのが、まああのブリューアニメーションで作ったトリプルスレッドっていうのがあるので、まあ、そこのヒロインの香里ちゃんをやりたい、小学4年生の女の子の香里ちゃんをやりたいとか、あとは中学1年生のもう熱血お兄ちゃんをやりたい、雄一をやりたいとか、まあ、そういうのを、まあ、自分なりに、でもちろん既存 の, あの例えばあの分かりやすく言うとドラゴンボールの孫悟空をやりたいとかで、そうですね、フェイトのアーチャーをやりたいとかで、ナルトの、ね、アルトをやりたいとか、まあ、そういう形であの全然あのいいので、まずはやりたいキャラクター、それをもう自分が本当にやりたいキャラクターをあの単純に選んでいただければ、いいのかなと思いますと。でその中でここに最低10人調べるって何を調べるかっていうと、多分トリプルセットで言うよりは、先ほどの、まあ、ナルトで、まあ、ナルト僕やってたので、ナルトのお話で、言うと、まずナルトで、そのナルトの、役ができそうな人を最低10人調べていきましょう。ただその時の調べ方として10人本当に自分が好きなあの声優でこの人だったらできるんじゃなかろうかなっていうのを調べてもちょっと意味がなかったりはするので、まずその中で 2,3 人はまず身近な先輩で、ちょっと、まあ、身近な先輩いなかったらあのちょっと売れ出した方、それを3人ぐらいで、次に 3,4 人ぐらいでもう確実にもう売れてる人、まあ、中堅の人たちですよね。もうあのコンクールだったらあの大体アニメの作品に、まあ、4,5 本出てるみたいな、まあ、そういう方ですね。でそれ以外に 3,4 人ぐらいもう例えばもうレジェンドっていう形で、まあ、もうナルトのレジェンドだったら、まあ、竹内純さんっていう形にはあのなってくると思いますし、で、ああいう少年ゴルがめちゃくちゃうまいレジェンド、やっぱり野沢雅子さんみたいな、まあ、そういう形で、選んでっていただければいいと思うんですよね。でまあ、中堅っていう形で考えるんだったら三平さんとか、ね、あと少年役ってなると、まあ、小林由美子さんとかね、そうですね、はい、デュエルマスターズ、はい、今クレヨンしんちゃんで、2代目クレヨンしんちゃんって言った方がいいんですかね、はい、まあ、そういう形で活躍している方たちですよね。まあ、なんで新人とか、まあ、その身近な先輩っていうのは本当に自分の周りにいる、例えばこれ専門学生で見てるんだったらもう本当にあのそのね一緒に学んでる人たちで、あの多分本当にあの子少年役うまいんだよねみたいな、まあ、そういう形で、まあ、10人選んでみましょうと。でまず10人選んだところで次に考えてほしいのが、はい、なぜその役者を選んだのかっていうことですよね。でこれあんまり深く考えないでいいです。あのその人を選んだあの要因、ピンときたあの第一インプレッションみたいな、インスピレーションか、第一インスピレーションで、いいとは思うので、それがあのそれをまず紙に書き写すっていう作業をしていただければ、例えばもう野沢雅子さんだったらあのもうドラゴンボールとかもう昔から少年役でずっと見てるので、もうそれでいいじゃないですか理由はみたいなっていう形でいいと思いますし、あの人のこういう芝居が素晴らしかったんで、あげましたっていう、まあ、形で、いいんじゃないのかなと思います。でその後に次に通知化してほしいんですよね。で数値化を項目何にするかっていうんですけど、まあナルトだったらやっぱりあのここぞという時の決めですよね。であとはなんか
気だるさとかで、やっぱりあの少年っぽさとか、まあ大人編と子供編でちょっと違ってたりはするかもしれないですけど、その少年っぽさで、諦めないあの心とか、あとはやっぱり演技の幅とか あると思うんですね。やっぱりキャラクターによって、変わってくると思います。例えばあのキララファンタジアとかに出てくる女の子たちだったら、やっぱり本当に可愛らしさですよね。その萌えさとかで明るさとかで、そういうのがあの数値化の対象にはなってくると思うので、なのでキャラクターによってその数値を変え、あのなんだろう、調べる数値も変えといて、調べる、ものを変えといてもらって、それを数値化してほしいと。でそこまでまずはやって、こっからが重要なんです、はい、でこっからただ調べてるだけだと意味はないんですよね。どちらかというと、その調べた結果、自分も声優じゃないですか。調べた相手も声優ですよね、はい、でその声優さんから真似られることはどこか、なんでこの人がこんなに売れていい芝居ができるのかで、それをこの人のめちゃくちゃいいところの良さっていうのを書いていってほしいんですよね。それは芝居なのか声質なのか、あとは生き様っていうところもあったりはします。で、まあ芝居の強弱のメリハリが素晴らしいとか、叫び声が素晴らしいとかでもいいですし、声の幅が、芝居の幅があるとかでも構わないので、それをまあ10人分羅列するわけですよね。で、そっからあの当たり前ですけど、あのこのリサーチの時もそうなんですけど、いきなりねレジェンドはね真似られない。例えば僕ブリューアニメーションでまだ企業ようやく2年決算が終わって、これから3年目っていうところですけど、あの日本一はねトヨタと、日本2位がソフトバンクだと思うんですけど、その会社の今の経営戦略を真似ようとしても無理ですよね。だって金額は桁違いに違うから、あの使い方が違うと思うんですよ、お金の回し方が、はい、そんな真似ても多分うちの会社1回ずつ飛びます、はい、そんな真似てもしょうがないと思うんですよ。どちらかというと、まだあの5年ぐらいの会社で、これからのあのこういう形で伸びてったみたいな、そういう会社を真似てった方がいいと思うんですよ。まずはこの身近な先輩でこういうところがいいから、そこを真似ていこう、で中堅の人はこういうところがいいからそれも真似ていこう、で最終的にはレジェンドって言われている人たち、まあこれは結構特殊技能だったり、あの年代によって求めることが違ってたりもするので、まあ、そこら辺はあの最終的な、まあ、目標として、真似てってもらえると。で自分の中でその10人調べたうちの10個を真似ることができれば素晴らしいとは思うんですけど、そこまでやろうとしてもね、多分ちょっと難しいと思います。やっぱり自分の声質とか自分の性格もあったりはするので、まあ、なんとかね、半分まではいかないですけど、まあ、3割か4割ぐらいまではあの真似られるものを、あのこれだったらできるんじゃないのかなっていうのを、まあ、取り組んでいってほしいと。でやっぱりそこにはやっぱり正解例があるわけなので、その正解例を真似て自分のものにしていくと。で初めはもうモノマネでもいいと思うんですよね。でモノマネでもあの構わないので、それを全どんどんどん入れていって自分の中のストックになっていけば、そっからオリジナルは出てくるはずなんですよ。基本となる姿勢とか基本となるあのスキルがないといきなりオリジナルはできないので、なのでキャラクターのリサーチっていう形で、今売れてる人たち、あのレジェンドの人たち、周りの先輩、近くの先輩からあの真似て、そっから基礎を作って、そっからオリジナルっていう形になっていくといいんじゃないのかな。いきなりオリジナルって言ったとしても、それはやっぱり基礎がないと、うーん、ちょっと伸びるのが遅いかなとは思います。土台が大事ですよね。そうですね。そっからなんとか揺れ動かして自分のオリジナルを、そうですね、まあそうして、はい、もらえると、いいんじゃないのかなと。であとは、まあ、書いたら実践してみましょうっていうところですね、はい、あとはね紙に書くってなると、そこも結構ねアウトプットするって難しいと思うので、でアウトプット したってことで、そうするとあこれができてれば、多分確率的には 1% かもしれないけど、売れる確率っていうか、まあ、仕事が来る確率は絶対増えると思うので、
っぱり言葉ってババって言いやすいんですけど、書くってなるとやっぱり大量に書きたくないじゃないですか、はい、やっぱり必要最小限のものを書くことにはなると思うので、やっぱりそこの書いたものっていうのが多分皆さんが思っている声優さんが売れる要因の一つが書かれてると思うので、それがクリアできれば確実にあの仕事はもらえる可能性が増えてくるかなとは思うので、まあ、そういう意味合いで、キャラクターリサーチってかなり大事だと思いますので、はい、皆さん実践してってください、まあ、なんでね、何でしょう、キャラクターのリサーチのまあ書き方みたいなのもブリューアニメーション の, あのホームページの方で、書式も含めてあのブログでもう出てますので、あの声優のワークショップの、なんだろうな、カテゴリーのところに行けばそれ出てますので、それも見ておいていただけるとより分かりやすいのかなと思いました。はい、まあ、1回目はこんな感じで、やっていこうかなと思います、はい、まあ、2回目3回目いろいろどん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 実践のね、講座もやっていきますんで、こうご期待っていう形ですね。ということで、プリオープリオース始まるよ、踊る隙間風、ほらね、油断も隙間